皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。あらゆることに、いやすいません、あらゆることに 100% 全力少女の太田静江です。少女という意味は結構いい年なんですけれども、あまり気にしないでください。ですね、まあ9月13日秋でございます。夜になれば秋の虫もビンビンビンみたいに鳴き始めてるかな、鳴き始めてるわけなんですけれども、まあ、皆さんどんな秋になさいますか。読書の秋、食欲の秋でしたっけ、なんかいろいろあるんですけど、まあ、私は秋に限らずですね、今年はあの占い師さんから、なんだろう、こんなはずじゃなかったって思うような年ですよと言われています。で、まあ、こんな年になるんだと思って今年、今年度を迎えて、まあその通りかな、こんなはずじゃなかったってことがほとんど。でも占い師さんからそう言われてるから、あ、これでも乗り切れるなと思っていたところです。占い師さんからは9月10月が一番きついですと言われました。覚悟していた月がやってまいりました。そして見た夢がですね、砂に埋もれる夢だったんです。で、夢占いで検索したら、努力したことが成果が実らないみたいな、ちょっと打ちをかけるようなですね状態でございます。まあ雨にも負けず、いつでも全力太田静江ですよ。はい、本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。それで今日ちょっとまあ抽選するということで、おいおい、何人いるかな、30枚を作ってきたんですけど、それはいないよな。ですね、当選者はですね、ディズニーランドのチケットが当たるわけない。当たるわけない。私にしてください。ですね、一応な、3人当たるようになってますので、そうですね、なんかもしアーティストさんがいたら手伝ってほしいかな。リカちゃんとか頼んじゃうかな。ごめん、これ回してもらってもいいですか。はい、覚えてますか、小柳リカちゃんですよ。そう、じゃあ、それ中に紙が入ってるから一枚一枚配ってもらっても、取ってもらっても回してもらっていいですか。ごめんなさい、ちょっと時間取らせちゃうかな。これをですね、最後にシンクロゲイザーを歌うんですけれども、そこの感想を1分半くらいわざと取りました。そこで、こう何番何番って言っていくので受け取ってください。はい、何番って言ったらすぐに、あ、自分だって気づいてもらって、ここに来ていただければと思います。私がもうランダムに渡します。はい、いいなそれ。ありがとうございます。はい、そうなんですよね、私ポテチが好きで、そう、ポテチの秋にしようなんて、そういうなんかくだらないことしか今頭に浮かばなくてですね、どんな秋にすればいいですかね。ですね、6と9は棒が書いてある方が6です。丸の下に線が書いてある方、あ、じゃあそれ9ですね。はい、小学校の背番号の番号だ。誰も聞いてない、来るかな。そう、じゃあ皆さんそれ大事に持っててください。くしゃくしゃにしていただいても構わないんでね、打てるときは打ってもらって、まあ、そんなに打つかも歌わないんですけど今日は。そうです、もう要相談ですね。500円取られるかも。はい、それからそれでもしもらえたら私にくれてもいいです。もう私こびりますからね、注意してくださいよ。皆さんお疲れですよね。会社員は大変だと思います。そうじゃない方もいると思いますが、働くって本当大変です。今日はですね、そんな疲れ、あ、ありがとう、ごめんね、本当にありがとう。疲れた心をですね、私の曲で少しでも癒してもらえたらなと思って歌います。ではよろしいでしょうか。ですね、ディズニーのリトルマーメイドからパートオブヤワールドお願いします。よく見て素敵ね、これでもっと完璧、何でも持ってる私は全て
かを知らないの名前も。ねえ、これ欲しい？20個もあるの。だけど足りない何か。人間の住む国で見たいな素敵なダン、そして歩く、なんて言った？ああ、足。ヒレじゃ遠くへ行けない、足がいるわ。踊ったり散歩したり、どこ歩くんだっけ？私は子供じゃないのよ。わからないことたくさん、教えてほしいことたくさん。なぜ火は燃えるの？教えて。いつの日か行くの？世界の果てまで。3年前なんですけれども、5年後には絶対にディズニーのプリンセスの吹き替えをやってみせると豪語して入ってきたわけであります。あと2年しかないっていう、絶対無理だろう。絶対はないか、わからない。頑張る頑張る。でも 0% ってことは誰にも証明できませんからね。白いカラスがいらないって誰にも言わさせませんよ。隠れてるだけだからみたいな。すいません、はい、ごめんなさい、なんか早口になっちゃった。はい、でですね、まあ次歌う曲もしっとりした曲になってます。ちょっとまあ夏が終わったっていうことで、なんかこう夏を振り返るような内容の曲ですね。松下奈緒さんが2008年にチェストっていう映画で歌った曲なのかな。今回の24時間テレビでちょっと聴かせてもらって、ああいい曲だなって心打たれたので選曲してみました。ではいきます。流れる雲よりも早く、お願いします。りも早く僕ら変わってゆくけど、忘れない君と歩いた永遠のあの景色を。初めて秘密を話した
くらい生きてた。どこまでもただまっすぐに。夏ってね、1年の中でも本当一番、2ヶ月くらいしかないんですかね、短い期間だと思うんですけれども、まあ、今年の夏も私駆けずり回って一生懸命頑張れたかなって自画自賛しています。はい、ね、夏は成長しますからね。はい、もう若い子いっぱいいるんだから、成長する夏をね、どん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 お願いしますよ。じゃちょっとなんかすいません、なんかごめんなさい、ようまくまとめられないんですよ、バカなんですね。すいません。じゃあちょっとあの、はい、早々に次の曲に行かせていただきます。次は多分盛り上がる曲だと思うので、まあ体が動くままにこう乗っていただいてね、お願いいたします。水木奈々さんのシンクロギーザー。17番は？